元モーニング娘。の加護愛が警察沙汰を起こしたことが28日発売の週刊新潮に掲載された5月12日の朝妻がヒステリーを起こして大変なので来てほしいと警察に通報があり警察官が到着すると加護は逆上して夫を激しく罰しており 2歳になる娘は大声で泣き叫んでいたという。通報したのは、夫芸人は、娘の親権について話し合っていたところ、口論がエスカレートしてしまい、過後に手をつけられない状態になってしまい、通報。離婚協議中の2人は、普段から娘の親権をめぐり、話し合いをしていた。さまざまなトラブルが続き、 現在、カゴは芸能活動をしていない。その芸人が夫にもあるため、離婚協議の話し合いでカゴの希望を受け入れているという。